あらー、ほくろやば、ほくろあったんや。あった気がするわ。立ち絵の、立ち絵が出た時にほくろすごいなって言ってたもん。肩出しね。もう原神はもうここら辺のファッション。いろいろね、羞恥心がおかしいですから。いや、いいじゃないですか。その毒薬に比べれば、お前が食らうことになる2発の銃弾は、甘いに違いない。かっこええな、シブルズ声。かかれ、うん、姉さん、数が多すぎるわ。ここ大丈夫だ、アイリス。互いに助け合えば。お母様も、きっと私たちを守ってくれる。シュブルーズお試しできるやんけ。ほな、行きますか。シュブルーズ。いや。武器何？あ、正義の報酬だ。基礎攻撃力556ね。レベル88ね。747-556、191。基礎攻撃力191ですね。だから、低めか？レベル88ではあるけど、基礎攻撃力高いのってフィッシュルとかなんよ、星4で。フィッシュルがレベル90、基礎攻撃力244だから、シュブルーズやっぱ低いな。高くはないな。まあまあ、星4の真ん中か、それより低い方か。まあ、サポートですね。アタッカーではない。生物。武器族4。連符いきます。通常攻撃。戦列操縦使い。基礎攻撃力高くないしね。まあ、多分通常攻撃は使わないでしょう。スキル。インパクト即射撃即。銃を覗き込んで、この元素範囲ダメージを与える。射撃を行った後、HP 回復。まあ、ヒーラーなのか、それともどれほどなのか、ちょっと気になる。で、カフカを起こしたらマグナムブレッドを持つんだよな。で、長押しでマグナムブレッドがあったら消費すると。218%、倍率。高くね。長押し、328%。あ、倍率536?高いな。カフカを起こしてる時の倍率は高い。でも、クールタイム15秒なんだ。え、強いかこれ。元素スキル別に何も強いと思わないな。クールタイム15秒で500か。カフカ起こして。回復は？持続回復。12秒間回復が継続する。毎秒なんこれ。回復量は 5% の HP 上限プラス610。31000の 5%。1500。1500のプラス600。2100。毎秒2100なんかな。一回試すか。殴ってね。痛い。痛い。OK。武器を捨てろ。武器を捨てろ。あれでこれ回復？2100。2100。2100。2100。2秒に1回ぐらいか。強いな。2秒に1回が12秒継続するから、ヒーラーだよな。ヒーラーやな。めっちゃ火力出るってわけじゃないけど、火力も出るし、まあ、回復メインって感じか。ええやん。まあ、茎忍ぶぐらいの回復と言ってもいいかもしれん。よいよいよい。爆発。まあ、炎ダメージめっちゃ与える。589%。60族ね。60族で 589% で、流弾もいっぱい出る。まあまあまあ。キララぐらいってほどではないのかな。倍率的にも。まあでもいいんじゃないかな。ヒーラーで火力出るなら。まあ、こっからが大事。固有テンプ。天平共同戦術。炎と雷で、チームの元素タイプが構成され、一人ずついると。炎、炎、雷、雷か、炎、炎、炎、雷か、炎、雷、雷、雷の時、チーム全員に共同戦術を付与する。カフカを起こすと、炎耐性、雷耐性 40% 下げる6秒。うん、いいね。炎、水、氷、雷を使うときは風キャラが欲しくて、まあそれで水力発動させたいんだけど、まあ風キャラいなくても大丈夫。まあカフカパー強くなるよ。獣人戦力統括。シュブルーズがスキルのマグナム、カフカを使った後の弾を発射したとき、?HP1000 ごとに周囲のチームにいる炎と氷ダメージの攻撃力プラス 1%。攻撃力アップ。HP 何本あれば最大？ 30 秒継続時間。これ強くね？シュブルーズの体力が4万あれば、カフカを起こした後のスキルを使うことで、まあ、炎雷パーティーだからチーム全員か。これ強いな。チーム全員の攻撃力 40% 上がります。強くね？継続時間30秒だからほぼ永続です。強いな。炎耐性、雷耐性 40% 下げます。チーム全員の攻撃力 40% 上げます。強いぞ。どっちも強い。強いぞ。天線維持の弾力。フィールドにいる共同戦術状態のキャラクター、攻撃力上がる効果ね、炎雷の。カフカを起こした後、元素エネルギーを6ポイント回復する。10秒に1度。爆発が回るか。2突。誘導純爆の狙撃。スキルの長押しが当たった後、連鎖純爆を2回起こす。それぞれ 120% の炎、
元素スキルの倍率が 240% 上がるってこと？これでかくね。536とか328が240上がるの？これ二突で。あ、じゃあスキルアタッカーだな。なるほどね。なんかスキル倍率低いなと思ったけど、二突で逆にバカ高くなるな。ええやん、スキル結構火力出るで、6万とか7万ぐらい狙えるんじゃないかな。三突だ、スキルね。まあスキルがメインなんだろうな。スキルレベルプラス3、多重速射の秘訣。爆発使った後シュブルーズがスキルを長押しで使うとクールタイムー発生しない。6秒間維持でき、2回長押しで。え、4突おもろくね。え、めっちゃおもろくね。爆発使ったらスキル長押しで2回長押しで発動した後解除される。え、だから、え、めっちゃかっこいいやんこれ。3点バーストってことじゃないのこれ。おしゃれー。え、多分元素爆発使います。で、その後2回までスキル長押しがクールタイム出ないから、ターンクールタイムない、ターンクールタイムない、で、また使える状態のはずだから3連射できんじゃない。爆発使った後スキル3回連続で使います。3点バーストです。おしゃれー。いや、まあやるよね、バースト射撃かっこいいもん。いや、おしゃれや。私の日本語力はそういう風に認識した。てか銃撃つキャラはね、やっぱ3点バーストかっこいいんよ。4突絶対楽しいじゃん。でも2突が発動するのは1回だけだよね多分。まあまあまあ、ええんちゃう。スキル3回連続で撃てるってなると色々話が変わってくるな。え、4突強いと思うけどな。5突、これウルトでしょ、どうせ。爆発レベルプラス3、貫突きた。在下終始の追放。スキルの回復が12秒継続した後、チーム全員の HP を1回だけ回復する。チームにいるキャラクターが回復効果を受けた後、炎バフ 20%、 雷バフ 20%。 え？酸素、要はシュブルーズ入れます、スキル使えます、2秒に1回ぐらい回復する。回復1回発動するたびに炎雷バフ 20% 入って、まあ要はフルで入ったら炎雷バフ 60% ってこと。チーム全員かどうかではないよねこれ多分。シュブルーズのスキルは場に出てるキャラを2秒おきに1回回復して、場に出てるキャラに炎雷バフががっつり入ります。で、さらに、まあ、チーム全員も最後1回だけ回復するから、まあ、控えにいるキャラも、まあ、バフが 20% もらえるって感じか。え、えぐいな。炎バフ、雷バフ 60%。 え、これは強いです。いや、まあ、でもこんぐらいやらなんとな。カフカパーティーで組む時点で蒸発反応使えないし、風元素キャラも入れられないから、炎雷耐性 40% 減はまあ必須だった。風入れられないから。あ、でもやばい、攻撃力 40% チーム全員上げて、チーム全員に炎バフ、雷バフ 60% 入れて、スキル倍率がなんか 240% 上がって、で、さらに4突でスキル3連射でしょ。これおもろいわ。あ、だ、最後だけ全体回復だよね。最後の回復だけチーム全員 20% は増えられるんよな。いいなぁ。ベネット。ちょ、ベネット入れなくてもいいのか。でも、カフカっていう元素反応がそもそも強くないのはある。けどまあ、ベネットいるけどなぁ、これなら。あ、でもなんか カフカパーティーは面白そう。結局ヒーラーとしての高みにも、火力バッファーの高みにもベネットがいるから、ベネットいなくてもなんとかなんのかもしれんな、シュブルーズいたら。いや、ベネット声はありえない。ベネットはどんなパーティーにも入れられるから、攻撃力使うなら。なんか、リネ、ベネット、シュブルーズ、まあ、フィッシュルとか、結構面白そうっすね。いや、ベネットは最強です。シュブルーズはチーム全員の攻撃力 40% 上げられるやろ？でも、ベネットの元素爆発って狂ってて、攻撃力 120% アップぐらいいくから、やばい。けど、シュブルーズもやばいな。カフカパーティー組んでみようって気になるわ、これは。やっぱ、貫突えぐいね。貫突もすごいし。個人的には4突めっちゃ楽しみ。シュブレーズ復刻来たら関東せなあかんな。絶対おもろいわこれ。いや、シュブレーズ相当やばいですね。ただやっぱベネットが炎の神様なんで、ここはやっぱ変わらずかな。神里流いいね。ライデンと相性いい。ライデンのパーティーに入れてもいい。あ、結構火力出る。ええやん。雪を前。いや、最近なんかほんでマジでフォンテーヌインフレしてね。あ、終わっちゃった。シュブルーズ待機モーションかわいい。ジャンクフード食うやつともう一個あんのか。じゃあ、二個あるもんな。待機モーション。あ、雷ホタルにしといたらマグナムできる。はい、了解しました。またお試しができるんだな、じゃあ。水泳の勝負をする？はい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 。おー、お試しあるやん。シュブルーズ、う？え？お？え？お？え？これ、散歩していいですか、自分。カフカ反応を起こしたら、いや、ちょ、まず待機モーションからやな。1個目、10。撃たないんか。おー。かっこええやん。2パターン目。
10か。キャラ画面開いたらすぐ待機モーションやってくれるからね。ちょ、もう一パターン見して。あ、来た。これね。ジャンクフード食ってるやつね。食い方がすごいな。手汚れそう。で、服の裾で拭くなよ。まあ、いいか。え、で、カフカ反応を起こしたら、なんかすごいのが使えるんだよな。雷、カフカ。来た、弾丸。これがマグナムブレットが使えるってことやろ？ああ。ちょうどなんか的みたいな。射的屋のなんか的みたいな動きする、こいつら。ほら強化弾を食らえ。爆風範囲広。これは、え、あー、離れたらこうなるのね。はいはいはい。自分4回やったから大丈夫。もう、まあ、ちょっと無理しない範囲で。前行きすぎちゃダメなんだな。雷、パフか。範囲広いんだよ。射程どれぐらいあるんだろう。こっから届くかな。シュブルーズね、4突がやばい、やっぱり。スキル3回連続で、ドーンドーンドーンってやれんの、絶対気持ちいい。シュブルーズ楽しみだな。うわっ、え、届くんこれ。キャンセル、キャンセル、キャンセルしたい。あー、漏れちゃった。暗い。カフカ起こしづらいって、このパーティー。シュブルーズのクールタイム15秒待たなきゃじゃん。しかも雷元素剥がれるって。雷つけ、いっか、とりあえず射程だけ。射程クソ広いな。いいな、スナイパーだわ、素晴らしい。射程長いのいいな。ロック距離はそこそこだが、弾自体は結構飛ぶ。あ、じゃあもしかしてエイムよかったらめっちゃ遠くても届くってこと？めっちゃいいじゃん。もう自分エイムいいんで、向こう岸にいる砲塔弾がいい感じよ。試し撃ちされる砲塔弾がかわいそすぎる。